なので、まあ、そこの、こう、まあ、どういった部分が強みであるのか、みたいなのを、いわゆる、まあ、バリュープロポジションというか、まあ、強みというか、他社が言えてなくて、自社で言えて、顧客が求めているところをしっかりと固めて、まあ、その、ふわっと固めるみたいなイメージですよね。で、そこから、じゃあ、どうやって、その、広告運用に落とし込んでいくのか、施策に落とし込んでいくのか、みたいなところでいくと、まあ、カテゴリーのキーワードの検索数と、ターゲット数っていう、まあ、フレームワークでちょっと僕は考えてまして、こんにちは、世界は僕らのところです。本日はですね、B2B マーケティング打ち手大全著者の二瓶さんですね、B2B 向けの広告運用についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、アナグラムの、二瓶と申します。今、アナグラムという広告運用に強いマーケティング支援会社で、マネージャーを務めさせていただいておりますと、で、キャリアとしてはですね、1社目、2社目、事業会社側で、まあ、いわゆるのザ、B2B のザモデルの全部の流れ、セールスから、CS 全部、こうやった上での、こう、マーケティング、広告運用が得意として、やっておりますと、まあ、B2B の、案件を中心に、こういった、イベントだったりとか、コンサルティングをやらせていただいておりますと、あと、個人でもですね、ツイッターで発信をしてまして、チーカーが好きな広告運営者として、まあ、認識していただければなと思ってますので、よろしくお願いしますと。で、あとですね、3月の22日にですね、こちらの書籍を発売させていただいておりまして、一応まあ、アマゾンランキング取ったりとかで、ぼちぼち、読んでいただけている人が多くなっているのかなという形でございますと。本日もですね、こちらの内容をベースに、いろいろとお話ができればと思いますので、よろしくお願いします。はい、二瓶さん、僕、打ち手大全読みましたよ。ありがとうございま す。はい、もう嬉しいです。本ボロボロになっちゃいました、読みすぎて。いやー、そう言ってもらえると嬉しいですね。なんか本作った、なんだろう、甲斐があるというか、大変だったんで書くの。そうですよね。まあ、その本の内容の一部だったりとか、またいろいろね、事例も含めて余すことなく、3本に分けてお話しいただければと思うんですけど、まず広告運用ですね、B2B の広告運用の基本についてお話を伺いますでしょうか。はい、わかりました。まず、顧客と自社の商材タイプの理解をするっていうところから、大切かなと思ってて、まあ、who, what, how みたいな、まあ、誰に何をどのようにっていうのをまず整理するっていうところが、まずスタート地点かなと思ってますと。もうちょっと具体的にお話をすると、まあ、よくね、いろんな会社さんとかでも言われてると思うんですけども、まあ、顧客解像度をすごい高めるってことが非常に重要かなと。まあ、お客さんのことをこう分かってないといいアイディアが出ないみたいなっていう話ですね。で、特に B2B は、なんだろうな、その業務プロセス、業務理解が非常に重要だなと思ってますと。というのも、まあ、こちらの図にもある通りですね、何かしらこう、業務を改善するような SaaS だったりとかツールが B2B のなんだろうな、そのシステムであることが多くて、それをこう支援することが皆さんね、まあ、自社でもそうなんですけど、多いと思うんですよ。ってなった時に、なんか各業務の流れとか、どういう業務が発生して、どういう課題があるのかを知っていないと、まあ、いい広告文だったりとか、いいターゲティングができないみたいなところで、例えばなんですけども、僕がまあ、前職でそのバックオフィスの、まあ、会計だったりとか、支払い管理のシステムみたいなのちょっと売ってた時に、まあ、あったんですけども、皆さん、消し込みって業務って知ってたりとかしますかね。まあ、消し込みっていうのは、要は売上が立って、その入金を管理して、入金されたよみたいな、こう、まあ、管理するような業務なんですけども、この会計ソフトとか、まあ、支払い管理のツールをこう売るってなった時に、その消し込みって業務自体を知ってないと、そもそも検索コックでキーワードとしても狙えないし、なんかどういう課題があるのかが分かんないみたいなっていうところなので、その業務の流れを知って、あ、こういう業務があって、こういう課題があるんだみたいなところのやっぱ解像度を高めないと、まあ、いい運用というかができないかなといったところで、まあ、非常に重要になってくるかなといったところではございますかね。はい。で、まあ、そういう内容をですね、どうやってこう知っていくのかってなると、まあ、やることは結構シンプルかなといったところで、弊社でもよくやるのが N1 インタビューだったりとか、あとはまあ、営業の同席だったりとか、営業の方に結構ヒアリングするっていうのは結構おすすめでございまして、なんでおすすめかっていうと、なんか結構一石二鳥なんですよね。たくさんこう売れてる営業の方って、まあ、売り方も知ってるし、いろんなクライアント、顧客とこう接点を持ってるので、お客さんがどういうことに悩んでてだったりとか、なんかどういう商材のポイントが響くのかみたいなのが分かるんですね。なので、なんか営業のたくさんこう売れてるような方にヒアリングすると、まあ、一石二鳥で顧客ニーズも分かるし、なんかセールストークも分かるみたいな、といったところで、まあ、その自社の強みみたいな、あるいはなんか競合と違って何が強いのか弱いのかっていうのが、まあ、分かる形ではあるので、結構営業同席とか営業の方にヒアリングするっていうのはおすすめでは、ございますかね。はい。なるほど。実際にその獲得したリードを渡すのはその先の営業に渡すわけですよね。そうですね。はい。同じ言葉を使っている方が親和性も高いし、受注にもつながりやすいみたいな。
そうですね、なんかズレがなくなりますし、やっぱ営業とこうコミュニケーションを取ってると、いろんな連携も良くなってくるかなといったところはありますかね。はい、なので、まあ、そこのこう、まあ、どういった部分が強みであるのかみたいなのを、いわゆるまあバリュープロポジションというか、まあ、強みというか、他社が言えてなくて自社で言えて顧客が求めているところをしっかりと固めて、まあ、その、ふわっと固めるみたいなイメージですよね。で、そこからじゃあどうやってその広告運用に落とし込んでいくのか、施策に落とし込んでいくのかみたいなところでいくと、まあ、カテゴリーのキーワードの検索数とターゲット数っていう、まあ、フレームワークでちょっと僕は考えてまして、ちょっとこれを簡単に説明しますと、縦軸がですね、まあ、カテゴリーのキーワードの検索数で、例えば、まあ、会計ソフトとか組織コンサルティングみたいな、そのジャンルを表すような、まあ、キーワードとなってまして、でもその検索数が多いのか少ないのかみたいなというところで、まあ、例えば会計ソフトとかだと月間で1万から2万件ほど検索がされるので、 B2B の中だと結構検索数が多い、まあ、ジャンルになるかなといったところで、一方で組織コンサルティングみたいなワードは月間で400ぐらいとかかな、キーワードプランナーとかで見ると、まあ、ほぼ検索されないみたいなというジャンルにはなりますね。まあ、そんな形で検索数が多いのか少ないのかみたいなっていうところと、で、右横軸がターゲットの数みたいなところ、ここはシンプルで、そもそもそのターゲットとなる人が多いのか少ないのかみたいなところで、まあ、会計ソフトですね。会計ソフトはまあ大小いろんな規模はあるかもしれないですけども、どの会社もやっぱ必要なツールになるのでターゲット数が多いですよねみたいなイメージで、一方で左下の船舶管理だったりとか ERP みたいな大企業向けのツールとかだとターゲットが限られてくるので、まああんまりこういないよねみたいなっていう形で、こうまあ縦軸と横軸になるんですけども、その軸をまた掛け合わせて考えると、右上の会計ソフトはですね、検索が多くてターゲット数も多いっていうジャンルになるんですね、こちら。なのである程度こう検索もされて、まあ、検索数が多いということは結構顕在化されている市場ではあるので、検索面の強化なので SEO 対策とかコンテンツマーケティングを頑張ったりとか、あとは検索連動型広告をですね、頑張ってですね、配信して、まあコンバージョンを狙っていくとか、あるいは検索から流入してきた人たちのコンバージョンレートを上げるためにどういった施策ができるのかなみたいなっていうのが優先度が高くなりますと。で、一方で右下の組織コンサルティングみたいなですね、ものでと、まあ、検索がされないんですけども、ただその、対象となる人たちは多いみたいなイメージで、組織コンサルティングっていうのは、まあ、何かしら組織に課題抱えてるってなると、大体まあ、組織となってる、まあ、10名以上の企業であれば、まあ、どこでもこう、潜在ニーズとしてはあるかなと思うんですよね。ただ、なんか組織コンサルティングを入れて解決しようって、そこまでこう、顕在化してない形なので、ターゲットは広いけど、検索されないってなった場合、コンバージョンポイントのハードルを下げて、ホワイトペーパーとかセミナーみたいなコンバージョンポイントを準備して、まあ、メタ広告だったりとか、まあ、商材によっては X がハマったりだったりとかですね、でリードを取って、まあ、セミナーに誘致したりとか、インサイドセールスで商談を生んだりだったりとかっていう施策の優先度が、上がってきますと。あとは結構新興なサービスだったりとかするので、広報とかそういったSNS の運用というか発信を結構頑張っていくみたいなのを優先度が上がってくるかなみたいなといったところ で、一方で左上の ERP みたいなところだと検索は多いんですけど、まあ、大企業でターゲットが少ないみたいなところも、まあ、コンバージョンポイントのハードルを下げて、まあ、検索面とかコンテンツマーケティングを強化して、まずまあリードを取って足が長い商材が多いので、まあ、コミュニケーションを取っていくみたいな形になるかなと。で、左下の船舶管理とかはもう本当にターゲットが少ないので、もうウェブそんな使わなくて、基本的にはオフラインの DM だったりとか、まあ、展示会だったりとかっていうのがやっぱメインになって、まあ、検索だったりとかっていうのは本当にこうピンポイントで軽くやるみたいなというような形でございますかね。はい。ちょっと長くなっちゃったんです。まあ、そんな形でこの優先順位をちょっと決めて、実際にこうアクションしていくみたいなって言ったところではございますかね。はい。カテゴリーキーワードの検索数とターゲット数で判断したときに、あれ左下の部分は、まあ、なんかオンラインマーケティングじゃないよねって、まあ、補助的な判断っていう判断ですね。はい。もう本当に、展示会とかが多分、まあ、ERP とかもそうだと思うんですけどね、結構大企業向けでターゲットが絞ってるとか、もう業界が決まってて絞られてるとかは、まあ、展示会とか、それこそ CXO レターみたいなところの優先順位が結構上がってくるかなっていうところですかね。はい。止まりました。まあ、この後お話しいただく部分もあるかなと思うんですけど、コンバージョンポイント、マイクロコンバージョンのポイントを、ハードルをね、こう、低くして、リードを取ったりとかしていって、そこからインサイドセールスを獲得していくみたいなところで、セールスとの、コンビネーションだったりとか、ウェブサイトの改善っていうところも、広告の成果を最大化する上では重要だっていうのを、なんか、理解しました。
そうですね。非常に重要になりますね。コンバージョンポイントが結構まだ、なんだろうな、問い合わせとか、要はハードルの高いものだけしか準備してない会社さんとかも結構意外にいらっしゃったりするので、まあ、B2B ってやっぱりこうどうしても足が長くなるので、やっぱ事前にこう、とりあえず資料を請求してみたいとか話し、商談するっていうよりも、ちょっと手前にやっぱコンバージョンポイントを置いてあげて、まずリードを、まあ、取るというか、あるいはまあ資料取ってもらうみたいなところが結構重要になってくるかなというところですかね。まあ時間も結構かかってしまうといったところでもありますし、まあなんかよくあるこの図でいくと、まあ多分皆さんも結構感覚としてあると思うんですけども、やっぱりこう、ある程度当たりをこうつけて問い合わせをしてくるというか、多分徳田さんも結構発信たくさんされてるので、海外マーケティングだったらやっぱ徳田さんのとこだよねみたいな、ある程度こう当たりつけてきてくれるかなと思うので、そうするためやっぱ事前に情報発信したりとか、まあ資料をたくさんこう取ってもらったりとかが結構重要になってくるかなというのはありますかね。はい。本当そうですよね。なんかこう広告だけでなくて、事前の情報発信とかホワイトペーパーとか、その手前で情報を提供しているかどうかで受注率全然変わってくるじゃないですか。そうですね。はい。かなり変わりますね。で本当に海外やるときもホワイトペーパー用意しましょうであったりとか、現地その、特殊な業界のメディアに露出しましょうであったりとか、そういうところが実はまあ。あの媒体単位では、赤だけど全体では黒みたいなところを、得るのになんか必要だったりするので、すごいなんかイメージ湧きます。ありがとうございます。そうですね。まあ、あとはですね、そのやっぱコンバージョンポイントごとに結構商談化のスピードも変わるというか、うん、まあホワイトペーパーってやっぱこうさっきの一番こう下の部分になるので、まだこう、よちよち段階じゃないですけど、本当にこう、初期の段階。なので、どうしてもこう商談から遠くはなってしまうんですけど、その分ちょっと CPA が安くて、みたいな、とかありますし、一方でこう、右上の部分、問い合わせとか、一番商談に近いところは、まあ CPA も上がるんですけど、その後の商談化リスクも上がってくるので、みたいな。まあ、なので、基本的にはやっぱその角度の高いですね、問い合わせ、資料請求からやってって、もっとリードを増やしていくってなった場合は、まあ、ホワイトペーパーを取り組んでいくみたいな。あるいはさっきの、図の中でいくと、右下とかだと、まあ、ホワイトペーパーとかセミナーからやっていくみたいなのがあったりとかするので、そこはなんか商材のタイプに合わせていくみたいなところと、今自社がなんかどういうコンバージョンポイントを持ってて足りない部分がどこでみたいなとか、まあリードの数を増やすんだったらホワイトペーパーとかセミナーも必要ですし、ある程度こう質を担保した状態でリードを取るっていった場合は、資料請求だったりとか、まあ価格表ダウンロードとか無料トライアルとか、ちょっと商談に近いところのコンバージョンポイントの設計をどうやって作っていくのかみたいなところが結構ポイントになってくるかなといったところですね。はい。コンバージョンの取れ方とか、その後の制約の割合とか、営業のリソースとか、なんかいろんなところでこの調整が必要なんだなっていうのは。そうですね。本当にこう広告運用だけじゃないことが非常に B2B だと多いかなというところではありますかね。あとはまあなんか目安として結構ばらつきあるんですけど、こんぐらいの数値感みたいなインプットしておくといいかなみたいなところでいくと、やっぱ問い合わせとか見積もりってその商談にやっぱ近いところなので CP 高くなるんですよね。で、大体まあそうですね、5万から10万ぐらいとかで大体収まるケースが多くて、逆にそれ以上15万とか10何万とかいっちゃってると、何かくしら広告運用がおかしいとかランディングページがおかしいみたいなっていう形であることが多いかなといったところのなんかその平均数値感になりますかね。あと商談化率みたいなところも問い合わせとか見積もりってこう、まあ、角度高い状態なんで、せめて 50% 前後ぐらいの商談化率は欲しいよね、みたいな。で、やっぱ 30% 以下とかだと多分インサイドセールスがうまくワークしてないとか、すぐアプローチができてないよね、みたいなっていう形の数値感にはなって、まあ受注率もだいたいまあ20、30ぐらいで落ち着くことが多いかなといったところではございますかね。で、資料請求もだいたいまあ1万から5万とかに収まることが多くて、それ以上とかだとなんかちょっと広告運用なのか何かおかしいみたいな、商談化率もだいたいこれぐらいの数値感でみたいなっていうところですかね。ホワイトペーパーもだいたいまあ CPA でいくと1万円前後とか、セミナーの方がやっぱこう参加のハードルが高いのでちょっと高くなりがちかなみたいなのはありますかね。あとはまあセミナーとかホワイトペーパーからの商談化率だったりとか、結構インサイドセールスの兼ね合いも多かったりとかするので、結構変数があって変わったりとかはするんですけども、うまくいってる会社さんとかだとホワイトペーパーからでもなんか 10% ぐらい商談になってるケースとか僕は見たことがあったりはするので、まあ結構やり方次第かなみたいなところは正直あるなといった、まあ商材にマッチするやり方だったりとかがあるのでといった印象ではありますかね。はい。
とは合わせて、その、まあ、ちょっと後ほど媒体の優先順位みたいな話もあるんですけども、ディスプレイとかやっぱ SNS 広告で、まあ、リードを取っていくってなった場合、問い合わせとか資料請求、ちょっとハードル高くて難しかったりとかするんですね。なのでちょっとハードルを下げて、ホワイトペーパーとかセミナーでやった方がいいかなっていう形で、まあ、検索広告ってこう、検索をしてこう、情報収集をですね、してる人たちなので、まあ、結構角度が高いというか、能動的なユーザーが多いんですけども、まあ、皆さんインスタグラムとかフェイスブックなんとなく見られてると思うんで、そんなにこう、じゃあ、なんか仕事の情報を積極的に集めようかっていう、そんな状態じゃないので、なんとなく興味があるような、情報、まあ、セミナーとかホワイトペーパーだったらコンバージョンしやすいよね、みたいなのがあるので、その、どういった媒体を攻めるかによってコンバージョンポイントの設計も変わってくるな、といった形のところはありますかね。はい。確かに、なんか左の絵の子だってテレビ見ながら、携帯見ながらご飯食べてますからね。そうですね。めちゃめちゃフォームとか長かったら絶対入力してくれますもんね、そうこっですち。ね。はい。なるほど、なるほど。なんか、アナグラムさんってこう運用型広告といえばって第一想は起い。だと思うんですけど、あ、ありがとうござい B2B ます。もなんかめちゃめちゃちゃんとやってるんですね。ありがとうございます。そうですなるね。ほど。結構、まあ、私中心にもともとこういう事業会社にいたノウハウを使いながらなんか支援させていただいてるっていう形ですね。これ動画1本目ですよね。こんな1本目にこう凝縮しちゃって大丈夫なんですか？ いいんじゃないですか まだまだたくさん話すことあるんで まあそんな感じで、まあ、今回 B2B の広告運用の基本についてお伺いしたんですけど、次ですね、検索とメタといった媒体の優先順位とか、まあ、選定方法みたいなところも含めて、こう、これ本の内容をね、どんどんお伝えしちゃっていいんですかって感じなんですけど、そうですね。全然。本じゃ伝えきれない部分もありますし、なんか本見てパッとこう分かることもあると思うんで、またちょっと情報が違うかなと思うんで、はい。気になる方、概要欄に本のリンクも入れさせていただきますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。貴重な話いただきありがとうございました。ありがとうございました。